幽霊1、ザポリージャは、ウクライナ海軍の保有する、通常動力型潜水艦である。艦名は、ウクライナの都市、ザポリージャに由来する。ウクライナ海軍での正式分類は、潜水艦、または、大型潜水艦であるが、報道機関など一般にはしばしば伝統的な、に変えて、英語風のという呼び方も使用している。意味はどちらでも、潜水艦である。 ザポリージャは、元はソビエト連邦がソビエト連邦海軍向けに建造した潜水艦であった。当初の艦名は B-435 で641設計大型潜水艦の最後から4番目となる55番艦であった。ソ連海軍での正式分類では大型潜水艦、特に大型魚雷潜水艦に類別された。建造は ロシアソビエト連邦社会主義共和国、レニングラード市の新海軍交渉工場で行われ、工場番号は260であった。1970年2月11日付で海軍へ登録され、同年3月24日に帰港、同年5月29日に浸水、同年6月11日に竣工した。その年の夏のうちに引き渡し基地となる。 ラトビアソビエト社会主義共和国のリエバーや海軍基地へ開港され、受領試験が実施された。同年10月16日には国家試験プログラムが開始され、11月6日付で海軍へ引き渡された。11月24日付で赤旗勲章受章北方艦隊へ編入された。1971年1月には艦隊艦開港を実施し、 ポリアルヌイ市のエカチェリーナ湾にあるポリアルヌイ基地へ開港された。その途上、ビスケイ湾において上院に対する外科手術が行われた。ポリアルヌイ基地に到着した B-435 は赤旗勲章受賞北方艦隊、第4潜水艦艦隊、第96潜水艦船隊へ配備された。1971年5月から同年12月28日まで。 大西洋北東域において210日間の軍事任務に当たった。その間、10月31日から11月9日にかけてキューバ・ハバナ市を公式訪問した。しかし、ハバナ港においてソ連海軍の大型大戦艦、セバストーポリと接触事故を起こし、ソナー大いに損傷を受けた。軍事任務の期間中、外国の潜水艦との遭遇は5回を記録した。 水上で18,342回りを航行し、水中を5,340回り航行、潜水は71回行った。消費燃料は825トンになった。1972年6月27日から8月10日にかけて、ムルマンスク市、ロースタの第35船舶修理工場、セブモルプーチにおいて修理を受けた。その後、 同じ基地の第4潜水艦艦隊第161潜水艦船隊へ配属替えを受けた。翌1973年5月3日までの期間、地中海へ派遣されて軍事任務に就いた。1975年10月10日から12月13日にかけても軍事任務に就いた。1977年1月3日から9月29日にかけて今度は 第4潜水艦艦隊第69潜水艦船隊に所属して地中海へ派遣され軍事任務に就いた。その間、6月30日から7月4日にかけてチュニジアチュニス市を訪問した。1979年12月24日から1981年7月14日にかけてクロンシュタットの国防省クロンシュタット海軍工場において工場修理を受けた。 1982年12月30日から1983年6月30日にかけて地中海にて軍事任務に就いた。1984年2月20日から4月30日にかけては大西洋北東域において軍事任務に就いた。1989年にも2度にわたって軍事任務をこなした。1990年夏には八回を去り、 運河を通って、アゾフ海経由で、国会へ開港された。同年8月27日付で、赤旗勲章受章国会艦隊へ所属を変更した。そして、セバストーポリ市の南湾に基地を置く、第14潜水艦師団、第153潜水艦船隊に配属された。ソビエト連邦の崩壊により、ウクライナとロシア連邦が、 共同管理する国会艦隊へ所属することとなった。九百九十四年には国会艦隊における優秀な潜水艦に選出された。同年十一月には優秀艦に選出された。この年 b 四百三十五は十六日間海上にあり、航行時間は八十二時間、距離にして二百四十三点五回里を水上で4.2回りを水中で航行した。 戦闘訓練を行った後、バラクラーバ湾へ開港された。1995年には、バラクラーバ湾からセバストーポリ南湾へ栄光された。同年2月16日付で、南湾に基地を置く第155潜水艦船隊に配属外された。1995年から1996年にかけて、セバストーポリ市のキレン湾にある、 第13船舶修理工場にて中期修理を受けた。修理後、潜水を除く工場航行試験プログラムが実施された。潜水試験が除かれたのは潜水航行に必要な蓄電池が調達できていなかったためである。1997年7月11日付でウクライナ海軍へ登録された。潜水艦はザポリージャ市議会の支援を受けたため、 同年7月21日付で、幽霊1ザポリージャに艦名を改めた。ウクライナ海軍では、通常、船首に、艦番号を記しているが、ザポリージャではセールに、艦番号幽霊1が記入された。同年8月1日には、ウクライナと、ロシア連邦との間の国会艦隊分割計画の合意により、同年5月28日付で公式に潜水艦は、 ウクライナ海軍に受領されたことになった。環状にはウクライナ海軍機が掲揚された。8月3日にはバラクラーバ湾駅地を移動した。蓄電池が調達できなかったため、そのまま係留された。ロシア連邦海軍からは同年9月8日付で退役した。ソ連海軍と合わせて作戦任務の遂行は14回となった。 B-435 のウクライナへの引き渡しと同時に当初は姉妹艦 B-9 もウクライナ側へ引き渡される予定であった。しかし、ウクライナのロシアに対する負債のために差し押さえられ、最終的にはロシア政府によって武装解除の上で解体された。ザポリージャについて国防省は2002年の収益を計画していたが、 蓄電池がなく完全な任務遂行能力に欠けていたため、これを断念した。そのため、蓄電池の入手先を探し出した。2002年1月10日に、ギリシャの企業、イエルノマス SA とウクライナの非公開株式会社、ユクアバットとの間で蓄電池購入に関する契約が結ばれたと報税られた。代金として1800万フルインニャとのとの関係改善により、 潜水艦の作業について、ロシア政府はウクライナに積極的に協力することにしたと宣言した。4月初頭には高校試験についての協議が、ウクライナ海軍と協力関係にあるトルコ海軍との間でなされ、高校試験までの実務的協力が得られることになった。2010年10月には、ザポリージャの上院グループから選ばれた士官4名が研修を受けるために、 ロシア連邦海軍国会艦隊の大型潜水艦、アルローサに出港した。彼らは難破した潜水艦からの脱出の際の手順を訓練し、出港の際の艦の点検をアルローサの乗員と共に行った。10月6日には会場での実務遂行に加わった。研修は10月15日に完了した。テレビラジオ会社、ブルイーズのインタビューに答えたユリーイン。 海軍省省によれば、上院はアルローサが国海艦隊の水上艦隊といった合同演習にも参加する機会もあった。2010年12月に潜水艦は修理を終える予定とアナウンスされている。ユイリーン海軍省省はテレビラジオ会社ブルイーズのインタビューの中でザポリージャは2010年12月に軽流試験、2011年5月に航行試験を開始し、 その後、ウクライナ海軍へ収益すると説明した。2012年、ザポリージャは、ウクライナ海軍に再収益し、8月22日に、最初の試験公開を終えた。すでに関令は42年に達しての再収益だが、将来新型潜水艦を導入した、際のための訓練に用いられるとされている。1997年から2010年に至るまで、ザポリージャは、 ウクライナ海軍にとっては唯一の潜水艦であった。ミサイル巡洋艦、ウクライナと共にザポリージャはウクライナ海軍の誇りの象徴的存在であった。しかし、その修理にあまりに手間がかかっていることや費用の問題、それに旧式な潜水艦そのものの問題からミサイル巡洋艦、ウクライナと並んでしばしば不要論が出されてきた。なぜ、 ウクライナ海軍にとって潜水艦が必要なのか、それについてウクライナ国防省の新聞は次のように説明している。ウクライナにとって海軍の潜水戦力保有は海軍の持つべき価値のシンボルとなっている。ウクライナ以外の全ての主要な国会沿岸諸国、すなわちトルコ、ロシア、ルーマニア、ブルガリアは潜水戦力を持っており、ウクライナだけが これほど長期にわたって、修理と潜水艦保有が、理にかなっているかの話し合いを続けてきた。強い産業を持った強国だけが、潜水艦隊を持つことができるのである。そうでない国では、潜水艦は港に係留され、戦力を失う。また、潜水艦の維持や、乗員の要請は短期間でなし得るものではない。ウクライナ国防省では、予算のうち十ないしントが、 装備品の更新に当てている。これは、ポーランドやトルコにおける50%、カザフスタンの45%に比べて、著しく低い。すなわち、ウクライナでは装備の更新が進まないため、相対的に装備の兵器の陳腐が年々進むということを意味している。2011年度は、2010年度よりかなり多くの予算が必要となると指摘されているが、 経済状況次第であるが、ウクライナ事変でのセバストポリオ選挙が行われ、起こっていた当時は不幸にも、同市の港に係留されていたためたの係留艦と、共に強制的に、ロシア軍に接収された。ありがとうございます。